こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.30.23 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートからついにあのバンドルが追加します。待ちに待ったバンドルの登場です。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。今回のプレビュー版アップデートバージョン 1.21.30.23 の内容はついにバンドルの登場です。マイクラライブ2020で初めて登場して約4年、統合版にもやっと使えるようになりました。バンドルを使う場合はバンドルの実験を有効にする必要があります。バンドルの作り方は革と糸で作れます。糸が上で革が下でないと作れないようですが、作業台が必要ないのは嬉しいですね。開発の初期段階ではもともとウサギの皮を使っていましたが、バンドルを序盤で使ってほしいということで、特定のバイオームでしか見つからないウサギの皮ではなく、ほぼ全てのバイオームで見つかる皮を使うようになったようです。序盤でバンドルを簡単に作れるのは最高です。バンドルの使い方はまずインベントリを開きます。バンドルにカーソルを合わせてバンドルをつまみます。バンドルの中に入れたいアイテムにカーソルを合わせて左クリックをすることでアイテムを中に入れることができます。逆に入れたいアイテムをつまんでそのままバンドルに入れることもできます。そしてアイテムを入れていってバンドルの限界の1スタック最大64個入れることができます。いっぱいになるとバーの色が赤くなりますね。1スタックしか入れることができないと思いますが、いろんな種類のアイテムを64個も入れることができ、インベントリの圧迫を防ぐことができるので、かなり便利なアイテムとなります。冒険時はいろんなアイテムを手に入れることになるので、バックパックとして役に立ちますね。そしてアイテムを取り出したい場合はバンドルに合わせて右クリックすると一番上から取り出してくれます。アイテムを指定したい場合はマウスのホイールを回すことで選ぶことができます。バンドルのアイテムアイコンに中身のアイテムがひょこっと出ているのもいいですね。ただし全てのアイテムではなく今見えているアイテムしか取り出せません。今後の仕様変更で全て選択できたらいいですよね。取り出す時も右クリックで取り出します。一気に全て取り出す場合はバンドルを手に持ち右クリックをすると全て吐き出すことができます。一つずつ出すならインベントリ画面で、全て出すならメインハンドに持って右クリックで出しましょう。そして操作するものによっても操作方法が変わってきます。先ほどはキーボードとマウスで紹介しましたが、コントローラーの場合はジャンプの A ボタンでつまんで A ボタンで回収していきます。バンドルの中のアイテム選択は右スティックの視点移動で選択ができます。そして取り出す方法はクラフトの X ボタンで取り出します。このようにマウスとは操作方法が違ってきますね。全部取り出すときはアイテム使用ボタンでできます。タッチ操作の場合はバンドルにタップし、入れたいアイテムをタップすればアイテムを入れることができます。そのまま連続してアイテムをタップすれば入れることができます。この表示が邪魔ならタップして消した後にアイテムを入れましょう。アイテムを取り出したい場合はバンドルをタップし、中身を表示した状態で取り出したいアイテムをタップした後にインベントリのスロットをタップすると取り出せます。バンドルのアイテムをタップしたらすぐに中身の画面が消えるので、どこにでも置けますね。中身をすべて取り出す場合はバンドルを手に持って画面を長押しすれば取り出せます。以上がそれぞれの操作方法でのバンドルの使い方でした。バンドルで気をつけないといけないのは、剣やツールなどのスタックできないアイテムを入れることはできますが、すぐにいっぱいになるので入れても意味がないですね。エンダーパールなどの16個1スタックの場合は1個あたり64個1スタックの4個分となります。入れても問題ないですが、すぐにいっぱいになるかもしれないので気をつけましょう。他にもいろいろ試してみましたが、バンドルの中身がいっぱいと空の状態でコンパレーターの動力を見ましたが、こちらは変化はありませんでした。バンドルの中身がある状態で仕分け機に入れて中身を吸ってくれるか試しましたが、さすがに回収はしませんでした。これは意味ないですね。以上、今現在のバンドルの内容です。1
1スタックまでしか入りませんが、いろんな種類のアイテムを入れることができるので、インベントリの圧迫を防ぐことができますね。革と糸だけで作れて簡単になったのも嬉しいし、冒険している時にアイテムをたくさん拾うので、インベントリがいっぱいになりにくくなりますね。変に鉱石を数個持ってたりしていたので、数が少ないアイテムを入れれるようになって助かります。ブロック ID に関する内容で、TNT が TNT、アンダーウォーター TNT と独自の ID になり、ケミストリーテーブル、実験設備がコンパウンドクリエイター、マテリアルレデューサー、エレメントコンストラクター、ラボテーブルの4つの独自の ID へと変わりました。どちらも教育版ですね。エンドゲートウェイポータルが一部のプレイヤーを誤ってテレポートする可能性がある問題を修正し、固定カメラ視点状態でカメラセットコマンドが正しい順序で実行されるようになりました。エンティティの上に表示される名前のタグに入力グリフのサポートの追加や、バージョン 1.5.0 より古いワールドをインポートした時にブロックアイテムが間違ったバリアントに変わる問題の修正がありました。こんなに古いワールドを持っている方がすごい気がします。フリーズがターゲットを攻撃するのに必要な最小距離がなくなり、オウムがエンダーマイトとドラウンドのモノマネをするようになり、ゲンブガンデルタで再びムーディーなアンビエントサウンドが追加しました。新ワールド選択画面でハードコアワールドにカーソルを合わせると、このようにアニメーションするようになり、そしてスクリーンショットにショートカットキーが追加されました。キーボード、マウスは F2 で Java 版と一緒です。コントローラーの場合は LR ボタンの同時押しでできます。実際にやってみたのですが、全くできませんでした。パッチノートに書いてあるので今後追加されるといいですね。森の洋館のキノコ農場で粗い土の代わりに土が誤って生成される問題の修正に、シルクタッチのシャベルで積雪を取った時に積雪の層の数に応じて積雪をドロップするようになりました。8層ある場合は雪ブロックをドロップします。以上、統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.21.30.23 の主なアップデート内容でした。ついにバンドルが登場し、プレビューの実験で使えるようになりました。正直忘れていましたね。今後はどのように調整されていくのか楽しみですね。こちらのアップデートはスイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にも来る予定です。それでは良い一日を。